まずその自分のその金玉をこうくくって、まあ、そろそろ前張り限界かもしれません、そんな感じのちょっとほっとしていたところに永瀬正敏さんから電話がかかってきました。あの配役のところにこうシールで船木正勝となってまして、これ剥がしたんですね。下に出てました正敏ですね、3文字。正人さんが断った役が自分に回ってきたという形になっています。どんな役でも、船木さんどんな役でもする気持ちありますか？例えばよだれを垂らす役でもやります。よだれ垂らす役、よだれ垂らす役ってどんな役なのかなとか、まあ、竹内力さんに蹴り一発でその負けてしまう、その月々の収入がそのなくなってくる、どんどんその貯金だけがその減っていってしまうので、城明夫さんに相談をしました。そこで、紹介をしてもらったのが JR の、夜勤のですね、あの工事のアルバイトです。冬のそなたがですね、こう日本に来たばっかりの頃で、なんだヨン様はみたいな、そんな感じでちょっとこうバカにしてたんですけど、まさかその自分がその韓国ドラマにですね出演することになるとは、あの夢にも思っていませんでした。小沢仁志さんから続けてそのオファーをいただくことになります。車の中にいた時に増方さんから、船木君だいぶやっただろうと、まあ、いろんなところで顔見るけどだいぶやっただろう、ああもう6年になります、そうか頑張ったなとですね、優しい言葉をいただきました。要はですね、もう見てもすごくあの、まあそうですね、6年間を振り返ったらこういうふうになります。船木正勝です。今回も質問フォームになります。いつも楽しみに拝聴させていただいております。先日魔法戦士マジ魔女ピュアーズという子供向けのドラマを見ていたら、船木さんが出演している回があってびっくりしました。私は船木さんと同じ年の人間だけに、子供向けのドラマは面白く思えなかったのですが、船木さんが出演している回だけは楽しく見ることができました。ちょっと変わった役どころでしたので、子役さんとのやり取りなど何か撮影の面白いエピソードがあったら教えていただきたいです。またふと思ったのは、船木さんは芸能活動を長くやってこられて、まだまだ私の知らない思いがけない出演作品が他にもたくさんあるのではないかということです。ぜひ、実はこんな作品に出演したことがある、こんな役をやったことがあるといった内容で、意外なもの、奥深いものなどがありましたら、ぜひお聞かせ願えれば幸いです。これからも更新楽しみにしております、という質問になっています。マジ魔女ピュアーズですね、まあ、今から2年前の2018年、自分は第17話に出演したんですけども、一度ですね2000年に引退をしまして、それで2007年までですね、7年間ですね、まあ、あの芸能活動といいますか、まあ、俳優活動してまして、まあ、たくさん他の出演作品もあります。あの、まあ、こんな作品、こんな役ということの質問でしたので、そうですね、あの、まあ、この機会にですね、まあ、この6年間、2001年から2007年復帰するまでの間の6年間、まあ、自分が行ったその、まあ、俳優活動のその、内容をですね、あのちょっとあの6年間、ちょっと振り返ってみたいと思いました。6年間をお話ししますので、あのかなり長くなると思います。よろしくお願いします。では、振り返っていきたいと思います。一番最初ですね、あの俳優の仕事をしたのは1999年、9月、五条冷戦記ですね、まあ、東宝の映画なんですけども、石井壮吾監督、まあ、他の YouTube でもちょっとお話してます。石井壮吾監督、永瀬正敏さん、浅野忠信さん、ダブル主役ですね、まあ、これが一番最初なんですけども、あのここで、城明夫さんというですね、あの俳優さんと知り合って、まあ、その後もずっと自分といまだにそのお付き合いがある俳優さんで、まあ、自分の人生にいろいろこうあの影響を与えてくれることなんですけども、それが一番最初の作品です。ヒクソン戦を行う9ヶ月前ですね、ということになります。そして2000年ですね、5月の26日ヒクソン戦を後に引退しました。で、まあ、引退をした後のですね、まあ、お仕事ということなんですけども、まあ、格闘技選手ではなくて、パンクラス、当時所属していたパンクラスのエグゼクティブプロデューサーという形で、まあ、何をどうするかという、仕事ではなかったんですけども、まあ、監修という形ですかね、まあ、あの、まあ、それで、まあ、そんな仕事という仕事はありませんでした。
で、まあ、月に1回ですね、パンクラスの、興行のある時に、試合の解説ですね、をそのする担当すると。あとは、まあ、UFC 当時、UFC の古い、試合ですねを、ワウワウで確か解説もしていたと思います。確かワウワウだったと思うんですけど、そしてですね、まあ、ある程度ちゃんとしたその時間を取るですね、仕事をしなければいけないということで、まあ、ちょうどその五条連成期に出てましたので、これは2000年の公開になります。ちょうどヒクソン戦が終わった後に公開されることになりますので、ちょうどまあそれがきっかけで、まあ、自分も映画が好きだったということもありまして、俳優の仕事もですね、あれば、まあ、これをきっかけに入れていこうということになりました。まあ、映画が好きでしたので、それもやってみようと一回その やった、まあ、五条連成期の後ですね、何かあればということで、始めました。そしてですね、2000年、引退した年末ですね、ギリギリですね、ちょっと忙しかったんですけども、いろいろと、引退後のですね、後始末というか忙しかったんですけども、2000年末にギリギリ初めてのお仕事が来ました。月の砂漠という映画ですね。青山真嗣監督、三上博史さん主演ですね。五条冷戦記のプロデューサーの仙藤武則さんからの紹介で、青山真嗣監督なのでやっておいた方がいいということで、それで引き受けました。萩原健一さんの部下の松島という役ですね。一緒にその部下をやったのが津田寛治さんですね。津田寛治さんと一緒に撮影をしました。なかなか楽しかったです。そして、2001年年明けからですね、活動を開始しました。1月です。NHK ドラマ陰陽師、これの第5話にも出てます。稲垣吾郎さん主演ですね。元スマップ、原作者の陰陽師の原作者の夢枕漠さんからのプレゼントでした。まあ、これからその俳優をやっていくということなので、ドラマをやるので出てみたらどうかということで、モロスケというですね、売られてきた 人間をですね、働きにこう出させる、それの管理人みたいな役で、まあ、そのモロスケも売られてきた人間の一人というそんな感じですね。2000年の暮れに、まあ、その陰陽師に脚本をもらった時に、届いてですね、あ、来年からやるんだな、すごく喜んだ記憶があります。そして、少しですね時間が空きます。5月から7月になります。夏ですね。シャドウフューリーですね。コロシアム2000、ヒクソン船木ヒクソン戦、ヒクソン船木戦の、スポンサーだったサミー、というその会社ですねが制作した映画なんですけども、当初、まあ、自分の役とですね、戦うそのラスボス的な役をですねヒクソン・グレイシーにするって、そんなその話でこのなんか企画されたらしいんですけども、最終的にそのヒクソンは受けずにバスルッテになったんですけども、監督は横山誠監督ですね。そして主演サム・ボトムさん、地獄の黙示録の俳優さんです。パット・モリタさん、カラテキッドのパット・モリタさんも出演しています。撮影はですねハリウッドで撮影されましたので、まあ、結構ですね日本の撮影とはまだちょっと違って、まあ、大変ですね。別の意味でいろんな勉強になりました。シャドウフィリー撮影してですね帰国後ですね、五条連戦記の石井壮吾監督から声の依頼が来ました。映画エレクトリックドラゴン8000ボルトですね、これ のナレーションを担当しています。まあ、最初のですね年はですね、まあ、ゆっくりと、まあ、この3本だけだったんですけども、年が変わり2002年になります。本格的に始動する年ですね。シャドウフューリーの時にお世話になったスタントマンですね、チーフスタントマンの方からアドバイスもいただきました。まあ、事務所がですね、まあ、営業に もちろん行くんですけども、それ以外に自分でもその自らですね、積極的に営業した方がいいですよということで、まあ、俳優たちは皆そうしていますということで、そんなアドバイスもいただきですね、まあ、やる気満々でちょっとこう頑張ろうと。
まずはですね、当時のマネージャーと一緒に各テレビ局そして制作会社ですね、映像制作会社を挨拶回りをしました。まあ、いわゆる営業です。早速ですね、 TBS から2つですね、ドラマをいただきました。1本目がサラリーマン金太郎3です。高石克典さん主演、これの第5話から最終話まで、出ました。それからもう一つが、プリティガール稲森泉さん、主演ですね、これの第8話にも、まあ、ちょい役で出ています。サラリーマン金太郎の方は3の方はですね、長門裕之さんのボディーガード役で、プリティガールの方は中尾美恵さんの秘書役で出ています。初めてのそのですね、連ドラの現場ということで、まあ、陰陽師もあったんですけども、陰陽師はもう本当にスポットで、まあ、1日だけの撮影、まあ、今回は1日だけでは無理ですね。まあ、サラリーマン金太郎なんかも5話以上ありますので、まあ、結構ですね、緑山スタジオ、それからロケですね、まあ、外のロケとかいろいろありまして、ああ俳優さんの人ってこんな感じなのかな、毎日やっぱり同じ場所にも行くこともあると、まあ、緑山スタジオが会社のようにその通わなければいけない。そしてですね、待ち時間、結構それまでは、まあ、ゲスト出演ですとか、あとはまあ重要な役とか、それからまあ、シャドウフィリーなんかほぼ主役ですので、結構出番がいつもあったんですけども、今回脇役ですので、まあ、かなりですね、その待ち時間が多くて、まあ、待ち時間、役者は待ちも仕事のうちと、まあ、よく言われますけども、本当に待ち時間が長いんだなと、まあ、1時間待って、30分撮影で、また1時間待って30分撮影、そんな感じですね。ドラマの撮影現場の、まあ、というか、まあ、役者の、ちょっと洗礼を受けたみたいな形で、まあ、初めてその連ドラですね、連ドラを終えてちょっとほっとしていたところに、五条例石器で、共演した永瀬正敏さんから電話がかかってきました。船木さん、明日役が一つあるんですけども、来れますかと。まあ、行きます、明日休みなんで行きます。何の役ですか。村上純さんを、ちょっとこう取り立て、借金取り立ての役なんですけど、ちょっとこわもてなんで、船木さんどうかなと思って、電話してみましたということで行きました。そしてそこでいただいたのが、テレビドラマですね、日本テレビ探偵ハムマイクの第4話です。これに出ています。監督は生貞勲監督でした。当日ですね、前日ですか、前日にその脚本というか自分のパートをもらって、まあ、1日でこう役にならなければいけない、もう本当に駆け出しだったので、結構、まあ、ただ船木さん普通にこう怒った感じでこうやってくれればいいんですよっていう形でやりましたので、まあ一瞬ですけど、貴重な体験をさせていただきました。そしてですね、その後あとですね、前どっかでもお話ししたんですけど、マッスルミュージカルに出演する予定がありましたんですけども、練習中にですね、盲腸が出てしまって、緊急手術ですね、丸々ですね2ヶ月ぐらい、休養をいただきました。再出発という形になります。もう心気持ちも入れ替えてですね、復帰作です、伝説のヤクザボンノ、松方弘樹さん主演、辻博之監督作品です。制作会社はですね、シネマパラダイスとの出会いでもあります。その後いろいろお世話になります。このボンノではですね、夜桜銀次というその伝説のヤクザを演じています。早朝行って、まあ、入れ墨をですね、こう背中に書かなければいけないということで、何時間ですかね、もう5時間ぐらい確かかかったと思います。そして撮影がもう本当にほんの1時間ぐらいで確か終わった気がする。まあ殺されて終わるんですけども、もうこれはこれで大変な仕事だなと実感しました。次に行きます。次です。フジテレビになります。怪談100物語の第6話狼男に出演しています。役はですね、織田信長の役なんですけども、顔はですね、ほとんど見えません。こうボケている感じでですね、
全体がそのボケてる感じで、まあ、殺される瞬間ですかね。なんかこう銃で撃たれるその役、織田信長がその怨霊がその狼男になる、そういうなんか、お話ですね。大変でした。これもアクションがあるんですけども、ほとんどその実際のオンエアでは映ってないという形で、次になります。ランドセル揺れて、清水由紀子さん主演、中山節夫監督作品です。ランドセル揺れて、これはですね、学童保育の映画です。まあ、教育方面ですね、の映画ですね。山野達也という保護者、子どもたちの保護者役を演じています。まあ、普通の人のですね、役です。次です。ようやくアクションがまた回ってきました。新空手バカ一代、これはですね、脚本をいただいた時に船木正勝というシールが貼られていまして、で、まあ、そのシール、まあ、白のこう長いシールで、まあ、それをこうちょっと配役のところにこうシールで船木正勝となってまして、こう剥がしたんですね。もしかしてこれ誰かの代役かもしれないと、まあ、剥がしてたら下に出てました、マサトですね、3文字。マサトさんが断った役が自分に回ってきたという形になっています。ただこの作品ですね、後にすごくこう自分にこう影響を与える作品で、永井勝主演で、監督がですね、宮坂武監督です。宮坂武監督と、初めて出会った作品で、あとはそのこの原作者ですね、牧久夫先生とも、ここで、出会いました。まあ、この2人ね、本当にですね、後に、まあ、その俳優としてですね、お世話になる2人になっています。で、宮坂監督と、まあ、撮影していましてですね、まあ、自分をですね乗せてくれる監督との出会い、なんかそのどん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 頑張ろうという気持ちにさせてくれる監督ですね、のでなんとなくですけども、もう一回やりたいなという気持ちにさせてくれる。で、これからですね、だんだんここからですね、だんだんこう、俳優のこう世界に入っていく、まあ、そんな形のきっかけを作った映画でした。新空手バカ一ですね、夏の暑い時期でした。破壊王橋本真也選手ともですね、久しぶりに会ってですね、まあ、楽しい充実した撮影でした。まあ、宮崎監督ですね、すごく充実したその撮影できましたので、早速ですね、営業をしました。監督、もう一回自分もしよかったら使ってくださいですね。するとですね、わかりました、どんな役でも、船木さんどんな役でもする気持ちありますか、例えばよだれを垂らす役でもとか、やります、よだれ垂らす役、よだれ垂らす役ってどんな役なのかなとかですね、いろいろこう、まあちょっと薬物中毒の不老者とか、そんな感じなのかなとかですね、よだれを垂らす役でもやりますか、わかりました、じゃあ考えますという言葉をですね聞いて、本気の目だったので、なんか本当にそんなよだれの役が来るのかなと思ってですね、ちょっとこうドキドキしたんですけども、秋来ました。人斬り銀次ですね、竹内力さん主演で、宮坂武監督作品です。自分はマロ赤字さんの若い頃のですね、役ということで、生き霊として出てきます。現代にその若かった時のマロ赤字さんが生き霊として出てくる時のその役が自分で、名前がですね、土蜘蛛という役で、まあ、これが脚をもらった時に、これがそのよだれ垂らす役なのかなと見たんですけども、全くよだれ垂らさずですね、すごく真剣な、その役で、すごく気に入ってます。土蜘蛛ですね、人間なんですけども土蜘蛛という役で、人斬り銀次という作品です。まあ、この作品の時もですね、もう一回宮崎監督とやりたいなと思ってしまいましたので、監督、次何か作品撮る予定あるんですかと聞きました。そしたら、服部半蔵が若い忍者をですね育てるお話がありますと。ああ、若い忍者を服部半蔵が育てる、そういうなんか忍者映画ですね。昔はその忍者武芸長とか、サスケとか、
カムイですねが好きで見ていましたので、あ、忍者とかちょっとやってみたいなと思って、まあ、監督もしもそこで自分に合う役があればぜひ出してもくださいと、またその自分で言いをかけました。そしたらですね、来ました、新影の軍団ですね、これもシネマパラダイスの制作になります。千葉真一さん主演、そして宮崎監督作品です。東映のですね、京都での撮影になります。3週間です。結構長いロケになりました。まあ、ここですね、出会う俳優さんもいました。仲間、その後ですね、お付き合いする高野八生さん、それから山内義之さんですねとの出会いにもなります。高野八生さんは仮面ライダー龍騎にも出演していましたので、まあ、本当にイケメン で山内義之さんは、竹内力さんのですね、力プロ所属の俳優さんで、山口さんにもその後いろいろとお世話になります。まあ、この年はですね、盲腸になったりとか、まあ、いろいろあったんですけども、結果、俳優としてですね、よく働くことができた年になったなというふうなイメージでした。2003年、年が変わって2003年になりました。2003年一番最初ですね、初めての作品はバッコ妖怪伝騎馬基地第2部という作品になります。バッコ妖怪伝騎馬基地、原田龍二さん主演ですね、服部大二監督作品です。特殊メイクと造形のですね、原口智夫さん、智夫監督の映画になります。撮影はですね、松竹と京都の松竹で撮影になります。これも3週間です。結構長かったです。原田龍二さんからのですね、リクエストということで、まあ、自分と共演したいと、すごく昔ファンだったということで、まあ、自分と共演したいということで、その実現した作品で、まあ、原田龍二さん演じる騎馬基地、妖怪騎馬基地ですね、狼男です、妖怪騎馬基地と、戦う、まあ、人間桜丸という役なんですけども、この自分がもともとキャスティングで決まってるということなので、イメージですね、その役のイメージを、なんかその船木正勝だったらこんな感じなんじゃないかというふうに作ってくれた役で、桜丸という役で、すごくとても気に入ってる役の中の一つです。バッコ妖怪伝騎馬基地第2部になります。そして、まあ、この撮影がですね、まあ、3週間終わって、まあ、少しまたその作品がなくなってしまいましたので、まあ、そうなるとちょっとこうまた不安になるんですね。なんかずっとやっておかなきゃというふうな気持ちになってしまいましたので、宮崎監督に電話します。どうしてます監督、どうしてますか、次は何やるんですか、次ですね、カオルちゃんっていうのをやるんですよ。カオルちゃんですか、どんな作品なんですかということで、まあ、自分にもその合う役ありますか、分かりました、ちょっとふざけた作品なんですけどね、まあ、ちょっと分かりました、じゃあ作りますという形で、実現したのが岸和田少年グレン隊、カオルちゃん最強伝説番長サッカーです。大人がですね、高校生の役をみんなやります。まあ、顔と体は大人なんですけども、学ランを着て、まあ、みんなその、まあ、突っ張りですからね、こうリーゼントして、で、まあ、喧嘩をする作品なんですけども、まあ、主演は竹内力さんです。竹内力さん、カオルちゃん役ということで、最強の男、まあ、竹内力さんに蹴り一発でその負けてしまうコウスケという役をやっています。楽しい撮影でした。そして次ですね、次に来た作品がハードラックヒーロー、これはサブ監督の岡田准一さん主演 V6 です。事務所から来た作品で、サブ監督なのでやった方がいいよということですね。1日のみの撮影でした。本当にちょい役で、岡田さんが勤める、レストランのシェフの役で一瞬だけ顔が映ります。本当に一瞬でした。2003年も春になりました。事務所からですね、キャストのオーディションをに出したよと、フジテレビのドクターコトーというその連ドラだということですね。昨年そのフジテレビのプロデューサーに、その営業に行った際にですね、まあ漁師でもラーメン屋の店長とか漁師でも何でもやりますのでといったその言葉 がそのもしかして頭に残ったのか、漁師の役が来てしまいました。
あとはその監督のですね OK 待ちということで、まあ、運よく OK をいただいて、初めてのその連ドラフル出演となりました。合計ですね5ヶ月間の拘束になります。で毎月ですね2週間は与那国島での島ロケもありました。なんですけども、ドラマとかですねこういうその映像作品、実際に公開されたりとかですね、まあ、オンエアされてから数ヶ月後にその、ギャラがですねこう振り込まれるシステムということになっていましたので、5ヶ月間の拘束でオンエアの 2,3 ヶ月後にその初めてその出演料が入ってくるということなので、ちょっとこれは2、3ヶ月ですね、2、3ヶ月、ちょっとこう無収入になってしまうということで、貯金はありますけども、その月々の収入がそのなくなってくるないということはですね、どんどんその貯金だけがその減っていってしまうので、まあ、どうしようとですね思ってしまいまして、でなんかその仕事ですね、他にその仕事がないものかと、毎日毎日その、撮影があるわけではないので、撮影のない日だけでもちょっと仕事しなければこれまずいなというふうに、そういうふうには思ってしまいまして、で五条冷戦期の時ですね知り合って、それからずっと付き合っていた城明夫さんに相談をしました。そこで、紹介をしてもらったのが、まあ、いろいろ言ってますけども JR の、夜勤のですね工事のアルバイトです。それを紹介してもらいましたので、ドクターコートの時は行ってませんけども、まあ、その後からですね撮影のない日はその、夜ですねの夜勤の、アルバイトをすることなんですけども、コートの終了後ではですね、まあ、すでに、その次の作品が入ってきてまして、V シネマのワルの序章という作品で、牧久夫先生の作品になります。高橋優也主演、中田圭監督ですね、体育の先生の役をいただきました。ここですね萩野隆さん、という俳優さんと出会います。萩野さんも仮面ライダー龍騎のですね仮面ライダー役の一人になっています。そして次、デビルマン実写版来ました。東映の作品です。那須博之監督作品、人面という、何ですかね、妖怪なんでしょうか、モンスター役で、まあ、ほとんどその CG で、まあ、自分の顔ではないんですけども、まあ、その人面に変身するまでの実写と人面に変身してからの、声だけですねやりました。2日間の撮影になります。そして次です、天使に会えば、これはですね、萩野、先ほど言った萩野隆さん主演、鶴見康介さん監督作品です。これはその萩野さんが演じるボクサーですね、ボクサーの試合のですね、試合をボクシングシーンをですね後楽園ホールで撮影する、もう一晩です。夜から朝まで夜中の撮影になります。使用できないですからので、夜ですね後楽園ホール入って、そこから朝まで昼間ですかねやって、もう本当に自分がやったのは萩野さんと相手がその戦っている間に入るレフリーの役です。ずっとダウンカウント数えてました。初めてのレフリー役ですね、まあ、それもやりました。1日だけです。そして、北ホテル、まあ、この2003年の一番最後の作品ですね、北ホテル、これは日テレの火曜サスペンス劇場です。よく火曜サスペンス、土曜サスペンスとかですね、サスペンス劇場、昔自分も子供の時から見てました。まあ、それに出演できるということで、古谷一行さん、主演の北ホテルという作品になります。これはどうしてそれに出ることになったかと言いますと、新影の軍団で知り合ったプロデューサーがまあ、ドクターコトーでも漁師をやってるということで、まあ、船木さんそんな役でもやるんだということで、まあ、この北ホテルも漁師の役をやっています。ここでサラリーマン金太郎で、一緒にその共演をした、長戸博之さんとも再会しました。その時ですね、長戸さんが同じバスになって、おお船木君久しぶり、今回は何の役だ、今回は、漁師の役です、
おお、人間の役をやるようになったのかとですねそんな言葉をいただきました。懐かしいです。2003年ですね、最後その北ホテルの前にですね1本だけ、もう一つ出演していました。シネマパラダイス制作のですね、V シネマの新日本のドンという作品です。松方弘樹さん主演、高瀬正嗣監督作品になります。この中で自分は梅宮辰夫さん演じる、建設会社社長の秘書塩野という役で登場します。眼鏡かけてますね。ワルのですね終了後からですね、ちょうどこの JR の、 撮影ない日は JR の夜勤の工事のアルバイトを始めましたので、まさにですね、この2003年は駆け出し の、 役者のような生活をですね、始めたということで、2004年になります。1月は撮影は全くありません。スケジュールありませんでした。丸々アルバイトしました。で2月、ようやくですね動き出しました。なぜかですね初めての韓国ドラマ出演です。名前は題名はですね嵐の中へという韓国ドラマですね。当時ちょうどヨン様の冬のソナタがですねこう日本に来たばっかりの頃で、なんだヨン様はみたいなそんな感じでちょっとこうバカにしてたんですけど、まさかその自分がその韓国ドラマにですね出演することになるとは夢にも思っていませんでした。パンクラスがですね、どうしてその韓国ドラマに出演することになったかといいますと、パンクラスがその時ですね韓国とちょっとこう、試合をしに行くのか、なんかそういう、 こうちょっとパイプを作りにですねそういう形になって、それでそのキャスティングにですねパンクラスの選手をという形になったと思うんですけども、自分とあと鈴木みのるも出てます。そしてなぜかですね自分は、K-1 のファイター K-1 ファイターの役です。 K-1 ファイターの、K-1 のチャンピオンの役をやります。試合でチャンピオンでは強いんですけども、その主人公の、主人公ですね、主人公自分のスパーリングパートナーで、そのスパーリングパートナーで自分の恋人とですねその主人公ができてしまって、それでちょっと喧嘩になって、喧嘩では自分がそのスパーリングでは自分のが強いんですけども、喧嘩ではその主人公のが強かったと。だからその日本のチャンピオンをその怪我をさせてしまったので、またタイの方にこう逃げていく、そういうお話だったと思うんですけども、DVD のみで見ることができますんですけども、全20話ありますので、かなり多いですね。どの回に出てたかちょっと忘れてしまいましたので、見たいんであれば調べてその話だけ買った方がいいと思います。そしてですね、この韓国ドラマの撮影中、韓国滞在中に、あるその監督からですね、自分に会いたいというオファーがありました。その監督がですね、ソン・ヘソン監督という監督で、この春にですね、2004年春に力道山の韓国映画、力道山を撮るということで、で、ぜひその自分にですね、木村雅彦さんの役をやってほしいと。で、自分のこと知ってるんですか、知ってます、なんかで見たんですかって聞いたら、五条を見ました、五条の役すごく良かったですということですね。この韓国滞在中になぜか力道山映画力道山の出演も決定してしまいました。春になりですね、いよいよ力道山、撮影が開始されました。なぜかですねこの辺から急に忙しくなってきまして、で力道山がまず一つで、そしてその後ですね北村隆平監督からゴジラファイナルウォーズの出演ですね、そして、ドクターコトー診療所も続編の2004を作るということで、で夏になるとですね今度はその新影の軍団の続編地雷火も作るということで、何本ですか、4つですか、4本、ちょっとずつずれるんですけども4本ですね、こうバーッとこう入ってきましてですね、アルバイトはですねこんなに忙しくなるとできなくなってしまいました。まず韓国映画の力道山ですね、それが終わり、そしてそれと同時に、北村隆平監督のゴジラファイナルウォーズに入りました。なんですけども途中でドクターコトー診療所2004が始まりますので、ドクターコトー診療所に出る時だけは
2、3日ひげを生やさなければいけません。なんですけど髪の毛は短いままだったので、伸びてなきゃいけない、髪の毛は伸ばせないのでズラを作ってもらって、ドクターコトーに出るときは髪の毛、ズラをつけてひげを生やすと。そして途中で新影の軍団の続編地雷火が入ってきました、まあ、これもですねズラになってしまうんですけども、これはですねあまりにも時間がなさすぎるので金剛丸殺してしまうと。なぜか第1話地雷火の第1話ですね、2本あるんですけど、第1本目の地雷火でも殺されてしまう役で、ちょっとかわいそうな、そんなですね、まあ、忙しくなるといろいろそのキャラクターにもこう影響が出てしまうんだなと、そういうふうに感じてしまいました。一通り終えて、終えた後にですね、もう次の作品が入ってきます。ドクターコトー診療所のフジテレビでですね、まあ、自分とこう、を知ったその永山光三監督です。フジテレビの東京ラブストーリーやロングバケーション、それからその一つ屋根の下と月9をですね、ずっと監督していた監督さんなんですけども、その監督が作る作品東京フレンズという作品にの出演以来、大塚愛さん、ミュージシャンだと思うんですけど、大塚愛さんの主演になります。で自分の役どころは海の家の店長役です。で自分と直接お芝居をしたのがですね牧陽子さんで、その時はですね全く自分は牧陽子さんの存在知らなくて、この女優さん誰なんだろうぐらいの感じだったんですけども、その後からですね、その東京フレンズで共演した後から、まあ、いろんなドラマでこう見ることがあって、また牧さん出てるな、また牧さん出てるなと、どん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 有名になってきてですね、びっくりしていました、びっくりしました。この2004年なんですけども、この年はですね、本当不思議な年で、プロレスとかですね格闘技関連の役が多く、テレビのですね水曜プレミア、これ TBS なんですけども、 TBS で、力道山物語の再現ドラマでですね力道山役をやってしまうことにもなってしまいました。まあ、自分が力道山をやったらどうなるのか、全くその、まあ、自分とそのキャラクターはですね違うタイプ、まあ、橋本真也選手なんかがやった方が良かったんじゃないかなと思うんですけども、まあ、自分に回ってきましたので、まあ、自分なりのですねまあ力道山先生はどういう人か全く分かりませんので、まあ、なんとなくですけども、まあ、自分なりのその力道山像っていうのをその演じることになります。ここでですねちょっとこうまた一つ自分と共演した女優さんなんですけども、妻の役でですね力道山の妻の役で吉田羊さん、今すごく有名なんですけど、当時ですね全くその無名でですね、当時はまだ吉田羊子さんという名前でした。妻役で吉田羊子さんですというのをまだ記憶にあります。その後もですね吉田羊さんという名前に変えて、まあ、子を取っただけなんですけども、ちょこちょここう見ること、あれこの人あの人だなと、またその自分と共演した人がなんかそう有名になってですね、ちょっとこうまたびっくりしてですね、なんか2人とも牧陽子さん、吉田陽子さん、2人とも陽子なので、なんか共通があるんでしょうか、分かりませんけども、そして冬です、新影の軍団復活しました。宮坂武監督です。これはですね、しっかりとまだ自分も時間がありましたので、出演できるんですけども、残念ながらこの前の回でですね金剛丸が殺されてますので、どうするんだろうか、金剛丸として出るんだろうか、まあ、香港映画みたいにこう弟としてこう復活するのかなとかですね、ちょっといろいろこう考えたんですけど、とりあえず とにかく出てほしいというオファーが来ましたので、楽しみに脚本をめくりました。そしたらなんと金剛丸が、人間としてこう復活するという、しかもその仲間の忍者のですね血をいただいて、それでこう陰陽師がその祈って泥人形からこう中からその這い出してくる、すごい役ですね。これもまたこれはこれでまあ映画なので面白いなと思ってそれでやりましたんですけども、出てくる時にやっぱりその服を着てたらおかしいということですね、裸で出てきてほしい
素っ裸で出てきてほしいということで、生まれて初めてですね前張りをつけてこう出てくるんですけども、前張りもですね貼ってるところが前張りですね、ストッキングでまずその自分のその金玉をこうくくって、それでこうテープ肌色のテープでこう貼るんですけども、だんだんこう汗かいてきますので、テープがこう徐々にこうなんかその取れそうになってきてですね、まあそろそろ前張り限界かもしれませんって、そんな感じのスタッフがこう言ったりとかして、あ、みんな前張りするときこんな大変だなとですね思いました。ただその前張りは金玉だけですから、結局その裸だからその後ろのケツの部分はですねもう本当にそのまま出てるんで、ちょっとこうそっちの方がちょっとこう涼しいなと、なんか本当にヒヤヒヤした撮影でした。そして、最後です。2004年またまたレスラー役が来ました。新設タイガーマスク、相川翔さん主演、那須博幸監督作品になります。これもですね、原作者の牧久夫先生からの、プレゼントになります。ちょうどこの1年ぐらい前にこの牧先生の作品のワルですねの作品の時に、待ち時間の時に牧先生とお話をしました。先生タイガーマスクはお兄さん梶原一騎さんですか。そうだよと。ああそうですか、で自分タイガーマスクもし映画やるんだったらちょっとタイガーマスクやってみたいんですよっていう話をしてですね、そうか、でその、まあ、考えてくれた、まあ、新設タイガーマスクという作品は牧先生の作品なので、その新設タイガーマスクを映画にすれば、まあ、その自分がタイガーマスクになれるということで、もう本当にありがたい役ですね。しかもなんと佐山さん、初代タイガーマスクの佐山さんがトレーナー役として、出演をしてくれるということで、ただ、やってみてですね、タイガーマスクの動きは佐山さんのタイガーマスクの動きをしなければいけないので本当に大変でした。でしかも10分15分ではありませんので、もう本当に何時間、本当一日中やっていなきゃ、試合の撮影の時は一日中やっていなければいけない。最終的にですね、スペースフライングタイガードロップで首からその頭から落ちてですね、首にちょっと大怪我をしてしまって1週間撮影中断をするぐらいの、その事故をですね起こしてしまうっていう、そんな大変な映画でした。あ、すいません、もう一つありました。2004年ですね、最後です、これ本当の最後です。まあ跳躍なんですけども、新影の軍団で知り合いになった元宮康一さんですね、原田龍二さんのお父さんになります。名前は元宮康一さんになります。から紹介をしていただきました。小沢仁さん、スクールウォーズとかのですね、小沢仁さんの、総合プロデューサーですか、総合プロデューサーが小沢仁さんの作品で、武装戦線という作品になります。北村和樹さん主演、辻博之監督作品です。でちょうどですね、小沢仁さんから仁さんから、自分の役はですね、戦争帰りのですね、ソルジャー戦士だった、戦争帰り役っていう、戦争帰りの感じを出せる役者がちょっと見つからなかったんだよということで、そのワンシーンなんですけども、自分をキャスティングしてもらってですね、その後ですね、小沢仁さんにもたくさんですね、その映画またそのお世話になることになりました。2004年はですね、アルバイトから始まりましたが、徐々にその忙しくなり、アルバイトなしの俳優生活になってですね、俳優のお仕事がどんどんその面白くなってきた年でした。そして2005年になります。新影の軍団で、知り合いになった、高野八生さんですね、高野八生さんの俳優の高野八生さんの元事務所から紹介をしていただいたインターネットドラマ純喫茶エルミタージュという作品になります。田中洋次さん主演で、及川拓郎監督作品です。これがですね、喫茶店のマスター役をやっています。ちょっと意外な役なので、すごく楽しく演じることができました。
そして次ですね、次これも高野八生さんの元事務所の紹介で、カラーズという映画です。村上淳さん主演、柿本健作監督作品になります。三橋健さん、俳優の三橋健さん、演じる死刑囚と、それを見るその死刑、刑務所の監守役でですね出てます。1日だけの撮影、2日ですね、2日間だけの撮影でした。そして次です。なぜか NHK から来ました、お宿カワセミ、高島礼子さんの主演です。第4話に出ています。3日間ぐらいですねの、飛び飛びで3日間ぐらいの撮影だったんですけども、どんな内容だったか全くその思い出せなくてですね、とにかく思い出すシーンといえば、高島礼子さんを船でこう船でこう移動してる、一緒に移動してるシーンしか思い出せないんですけども、もしも見る機会があったら、ちょっと見てみたいなと思います。この2005年ですね、春に結構人生をですねこの変えることが起きました。前田さんとの再会です。ここでですね復帰のお話が持ち上がります。この頃ですね、撮影した作品がですね、村正という作品で、リキープロジェクト、竹内力さん の、 その制作会社ですね、そこの制作会社の作品なんですけども、村正の第6章と第7章に2つ出ています。ちょうど新影の軍団で、知り合った山口義之さんですね、リッキープロの山口義之さんにお話をして、村正というそのシリーズ化しているのがありますので、そこでちょっと出させてもらえないかと、竹内力さんとまた剣でこう戦う役です。そして次です。必殺バトルロード、必殺仕事人の、現代版なんですけども、中条清さんも出ています。で自分はですね格闘技を使う仕事人役で出ています。格闘します。そして次です。アルティメットファイターですね、これは海外の作品なんですけども、ジェイソン・バリー主演、デビッド・ワース監督、このデビッド・ワース監督は、ジャン・クロード・バンダムさんの映画なんかをその撮影している監督で、なんでこれに出ることになったかと言いますと、パンクラス時代のですねバスルッテン選手のマネージャーの、ドン・クロビスさんという方がその自分をキャスティングしてくれて、で他にドン・フライ選手、そしてレミ・ボンヤスキー選手、あとはWWE 元 WWE ロディ・パイパーさんも出演しています、共演しています。4年ぶりのですねハリウッドでの撮影です。なんとですね最後に戦う場所はですねシャドウフィールと同じ場所で撮影しています。秋です。龍が如く序章になります。宮坂武監督作品、大沢みきおさん主演、光源氏ですね、ここで大沢みきおさんとその初めて会うんですけど、まさか、13年後にですね一緒にリングに立つとは思ってもいませんでした。そして、次はですね、久しぶりの復帰というか、新日本のドン、シネマパラダイスの作品になります。続編になります。唐沢というですね別の役、今度はヤクザになります。で復活ですね、関西弁を喋らなければいけないので、結構大変でした。そして次です。北村隆平監督、武田真嗣さん主演、ラブデスという映画です。ちょっと日本っぽくない、映像に仕上がっていましてですね、大島ですのロケをしました。自分が演じた役はですね、船越英一郎さんが雇った殺し屋軍団の中の一人、蝶という役で出演しています。楽しい撮影でした。冬に入ります。東映作品、久しぶりに来ました、大抵の剣です。堤幸彦監督、阿部寛さん主演です。これは原作者のですね夢枕漠さんからのプレゼントになります。2005年のですね、冬にその撮影クランクインして入ってですね、自分と冒頭のシーンなんですけど、自分と阿部寛さんがその戦うシーンなんですけども、
戦う直前でですね、雪が降ってきましたので、一旦中止して、そして雪がその止むのを待ったんですけど、結局その2時間3時間ぐらいですかね、2時間ぐらいですかね、待ったんですけども、雪がそのずっと降り続けるので、中止ということで、でもその次の日になったら今雪積もってるので全く違う場所になってしまって、2006年のですね春まで延期になってしまいました。2006年ですね、頭ビッグマスラウド分裂でですね、復帰一戦が取りやめになってしまいましたので、またですね俳優活動一本になります。フジテレビのドラマ浜野静香は事件がお好きですね、片平渚さん主演、葉山宏樹監督作品です。これの第4作に出ています。なんでこれに出たかと言いますと、ね、2003年のですね、ちょうどバッコ妖怪伝木場基地の途中ですかね、原田龍二さんと焼肉を食べました。で、まあ、その時にちょうどその同じ、まあ、店のところにこの葉山監督がですね、いまして、で、まあ、葉山監督はその時ちょうど大奥を取っていまして、で、まあ、このバッコ妖怪伝木場基地撮影後にですね、終了したらすぐに原田龍二さんは大奥にスライドして、その葉山監督の会に出ることになっていまして、まあ、そこで葉山監督を紹介していただいたんですけども、自分もまあだいぶ酔っ払ってたのか、何かいい役あったら自分にくださいということですね、まあ、営業してしまいまして、まあ、それで、3年後ですかに葉山監督から来たオファーということで、荻野目恵子さん、お姉さんですね、の運転手役をやっています。赤井英和さんとの格闘シーンもあります。次ですね、次がテレビ朝日の富豪デカ、シリーズ2番目第2シリーズです。これの第3話に出ています。深田恭子さん主演で、自分がやった役はですね、詐欺グループの副リーダーの大垣という役をやっています。この後ですね、この年はですね、小沢仁志さんから続けてそのオファーをいただくことになります。一つがヤクザに学ぶ指導力ですね、小沢仁志さん主演、佃健介監督作品です。でもう一つがですね、実力統制会暗黒のドン、これも小沢仁志さん主演、辻裕之監督作品です。この暗黒のドンでは、自分がですね、伝説のヤクザ、花形圭さんを演じています。それで力道山役はですね、小西裕之さんで、小西裕之さん演じる力道山と自分が演じる花形圭さんがですね、こうちょっとこうやる、そんなシーンもあります。制作会社 GP ミュージアムからですね、新宿暴力街という作品出ています。松方弘樹さん主演、辻裕之監督作品です。このシーンですね、松方さんと一緒のシーンが何個かありましてですね、松方さんと待ち時間2人きりでその車の中に行った時に、松方さんから、だいぶ船木君だいぶやっただろうと、いろんなところで顔見るけどだいぶやっただろう、もう6年になります、そうか頑張ったなとですね、優しい言葉をいただきました。そしてですね、2006年、最後の作品になります、ドクターコトー診療所2006です。7月から12月までですね、また島ロケも入ります。現役復帰する前のですね、最後の連ドラになりました。まあそうですね、これ終わった時にですね、全部クランクアップ、自分がクランクアップした時に、帰り日活、確か日活撮影所だったと思うんですけども、日活撮影所からその家まで帰る車の中で、終わっちゃったなと、まあ、次作品何も決まってませんので、かといってその試合、復帰戦ももうなくなったので、これから先どうなるのかなとですね、なんかすごくこう脱力感というか、愕然とした記憶があります。その後ですね、まあ、気力が抜けすぎたのか風邪をひいて寝込んでしまいました。そして、そんなこんなで2007年ですね、年が明けて2月、
最後の作品です。復帰前最後の作品、岸和田少年グレン隊カオルちゃん最強伝説中華街のロミオとジュリエット、これが自分の復帰前の最後の作品になります。竹内力さん主演、そして、宮坂武史監督作品です。これがですね最後の作品ということで、最後になるかどうかその時は分かりませんでしたけども、なんとなくですけども、これからもなんかその頑張っていきましょう的な、打ち上げですね、打ち上げの時になんかそんな優しい言葉をこうみんなからこうかけられてですね、なんか分からないんですけども涙がこうこぼれてきて、みんなとか握手しながら大泣きした記憶があります。多分なんとなくですけども、もうプロレス格闘技 そのリングの方にこの戻る魂がそのリングの方にその戻っていこうとしていたのか、なぜか泣いてしまったんですよ。皆さんからは頑張っていきましょうって握手するのに、なんで船木泣いてるんだろうという不思議な涙に思われたかもしれないんですけども、復帰が決まってるわけでもないんですけども、なぜかその涙がこぼれた、6年間ですね自分なりに頑張ってきたなという、そういうなんかその自分で自分に感動してたのかもしれません。とにかくその日の打ち上げですね、自分だけボロ泣きして、もう酔いも手伝ってですね、で渋谷で打ち上げしたんですけども、そのままですね、当時二子玉が住んでました。渋谷から二子玉川まで一人でこう歩いてですね、人生をかみしめながらですね、酔っ払っていたのか歩いていきました。そして3月、柴田勝頼がですね総合格闘技デビュー進出になります。ここで自分もですねそれまでやっていたヒーローズね解説を辞めて、トレーナーとしてですね、セコンドに就くことになります。そこから4ヶ月後ですね、4月、現役復帰宣言となります。2001年からですね6年間俳優の活動をしたんですけども、この業界のですねスタッフそれから役者の方々ですね、皆さんすごくプロレス格闘技ファンが多くて、本当に皆さん自分によくしてくれました。本当にありがとうございました。復帰後ですね2009年からですね、少ないんですけども数本あります。2009年、CG アニメバトンに出演しています。これは北村隆平監督作品になります。市原隼人さん主演、2年ぶり の出演だったんですけども、実際の自分の姿は出ていません。CG で自分の姿をかたどって、アニメーションにしています。戦争のシーン、撮った、記憶があります。そしてそこから5年後ですね、2014年、だいぶ空きますね。もう全日本プロレスでプロレスラーになってますの でその全日本プロレスに城秋夫さんがその大阪ですね見に来てくれた時に、まだ役者とかもやるんですか、あ、やめたわけじゃないですよということで、あ、じゃあ竹内力さん にちょっとまたちょっと話しますよ、必ず役来ると思いますんでと言って、その実現した役がですね2014年極つぶし、竹内力さん主演、麻生正弘監督作品です。ここで自分はなぜかですね竹内力さんのお兄さんの役をやるんですけど、死んでしまうんですけども、死ぬ時にですね撃たれてこう倒れる時についですねこう受け身を取ってしまってですね、ボンで竹内さんに、船木さんちょっとその倒れ方はちょっと格闘家だなと言われてですねできれば映画だから前のめりに痛くてもいいから前のめりに倒れてほしいということで、あ、だいぶなんかプロレスラーの癖になってるなとですね、そういうふうに思ってしまいました。そして次の年の2015年ですね、牙の狼ガロゴールドストーム、第9話に出演しています。これはシャドウフューリーの横山誠監督からいただいたんですけども、ツイッターを始めまして、でツイッターをやっていくうちに横山誠監督と、
ツイッターの中で再会してですね、まあ、友達になって、それでメールの やり取りをしまして、まあ、そこで船木さんまだ役者とかってやってるんですか、まあ、そんな話で、まだ辞めたわけじゃないんですよ、 なのでプロレスオフの時なんかは出れますということで、あ、じゃあ何かありましたらオファーしますと言ってきた役がそのガローですね。これは妖怪ですかね、ホラーっていうんですかね、狼っぽい感じの、変身してガローに出てくるいいもの全員とこう戦って殺されてしまう役なんですけども、冬ですね、ものすごく寒い時に群馬の山の小屋の中で撮ったので、自分だけ裸だったのでものすごく寒かった記憶があります。そして、最後ですね、2018年、マジ魔女ピュアーズ、これは第17話に出演しています。これはなぜこれに出たかと言いますと、2003年ですね、だいぶ前ですね、2003年、新影の軍団で、なんと助監督をやっていた西海健一郎監督ですね、西海健一郎監督さんが、今はもう本当に監督になりましてですね、まあ、連続ドラマを撮るということで、まあ、西海さんから監督からいただいたお仕事で、まあ、子供番組なんですけども、船木さん出てもらえますかということですね、まあ、プロレスラーの役ということで、プロレスラーの魔法でですね、プロレスラーがこう、焼肉屋さんの宣伝をしている、ポスターから魔法でこう出てきてしまうという、ほんで、焼肉を食べると、でそういうお話、まあ、ワンシーンですね、まあ、実際に、まあ、ちょっと自分のキャラとは違うような感じしたんですけど、とりあえずはまあ自分のまんま、その、コスチュームのままですね、出れるということで、まあ、久しぶりにこう楽しもうということで、子役さんとのやり取りですね、まあ、全員周り子役ですから、子役さん、いました、なったんですけど、自分の撮影ですね、もう夕方ですね、まあ、子役の撮影は朝一から夕方の確か7時までには終わんなければいけないということで、もう本当にくたくたですね、子役さん本当にくたくたで、もう本当にもうくたくたになってました。でみんなで、スタッフがみんなで、よし次のシーンもう頑張ろうか、もうちょっとだから頑張ろうかと言って、ちょっとこうみんなでこう励ましながら、ああみたいな感じですね、やっていた記憶がありますので、ちょっとかわいそうだなと思いましたね、子役さん。それからまあこの作品のエピソードなんですけど、自分はそのポスターから出てきて、焼肉屋のポスターから出てきて、焼肉を、とにかく焼肉を食べて、ずっとその食べるまくるその役なんで、実際に焼肉は口の中に入れてですね、噛まなければいけないんですけども、焼きの肉の肉をその飲むわけにはいかないですね、何枚も何枚もお腹いっぱいになってしまうんですけども、その食べてる時、まあ、何回もシーン撮影しますので、ね、何回も食べていくうちに肉汁がですね、こう飲んでしまうんですので、合計何枚分ですか、本当に2、3人前分ぐらいのその肉汁はですね、撮影中飲んでしまったと思いますので、帰り、まあ、新幹線で帰ったんですけども、全くその、寝る前までですね、お腹が、空かなかったという、そのぐらい焼肉の肉汁は強力だなというふうに思いました。あまり面白くない話ですけども、以上ですね、今までの俳優活動をちょっと振り返ってみたんですけども、まあ、本当にこの原稿の量ですね、もう見てもすごく17ページになってしまいましたので、まあそうですね、6年間を振り返ったらこういうふうになります。まだですね、その俳優活動をやめたわけではありません、まあ、タイミングと機会があればまたという状態になっています。以上です。今回は俳優活動ですね、まあ、その俳優活動のお話を振り返ってみました。長々とご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。